ここが浮島、ルシエルの中。クロフォードに連絡してみよう。ダメみたい。本当に通信できないんだ。じゃあ行こう。あれはドールズ？ハルファの地下にもあったやつだ。でもこんなにたくさん。ここがドールズの製造施設ってことだよね。マドン、いたら返事して。よくぞ来た。内容もない。あなたがゼフェット？第三世代の内容もないだけでなく、第二世代がここまで成長するとは。マノンはどこ？マノン！ここまで来い。待っているぞ。マノンをどうするつもり？ゼフェット、どうしよう。マノンが、あの場所はどこなの？そうだね。ここは今までのところとは雰囲気が違うね。なんだろうこれ。ここで何を？うん、マノンのところに急ごう。あ、向こうに別の部屋があるみたい。行ってみよう。人？え？あ、うん。あの、ここは？マノン？マノンのこと知ってるの？わかりません。ここにはいません。ゼフェットはどこにいるの？ゼフェット、総督はこの先の制御塔にいます。制御塔？もう少し質問していいかな？いろいろと聞きたいけどダメみたいだね。ゼフェットはこの先にいるって。
ハイナ。じっとしてて。どうして来たの？ファリアが手伝ってくれて。やっぱり。そうではなくて、どうして私なんかを助けに。私はずっとあなたたちを騙してきた。それなのにどうして。マノンだからだよ。え？マノンは私の大切な仲間。どんなことがあったって絶対助ける。ずっと三人一緒でやっていこうって言ったのに、一人で勝手にいなくなって、私たちに隠し事をしていたことよりもそっちの方がショックだったよ。アイナ。私はここでずっとアークスの開発に従事していた。だけどハルファでの実験があんなことになってるなんて知らなくて、前の私は周りのことに関心がなかったの。自分の興味のあることだけできればそれでよかった。だから実験は安全性に配慮して行われている。そういう情報を鵜呑みにして現実を見ようとしなかった。そして言われるままにエアリオタウンに向かったの。それからあなたたちに出会って、あの日ダークファルスが実験に投入されて、みんなが全てをあなたたちに伝えたかった。でも言えなかった。伝えても何も変わらない。変えられない。それにあなたたちに嫌われたくなかった。ごめんなさい。本当にごめんなさい。マノン。辛かったね。私も気づいてあげられなくてごめん。よくぞここまで来た。セフェット。待って、二人とも。この人と話をさせて。何を言っているの？彼が張本人なのよ。アークスとドールズの戦いを仕組み、エアリオタウンをあんな風に。わかってる。でも私は知りたい。この人がなぜこんなことをしているのか。わかった。話をしよう。だがその前に、君たちの力を私に見せてほしい。最新鋭のダークファルスを打ち倒した。その力を。何これ。
していたのね。やめて！どうして戦うの？はぁ！マノン！大丈夫よ。やるしかないの。そうだ、それでいい。フォトン感応値は 100%。 瞬間的にはそれ以上の数値を記録。詳細データ解析中。そうか、解析完了後速やかに実験体へのフィードバックを。フォースクローンへの転写を受託。期待通りの結果が得られた。今回の実験は終わりだ。全ては来たるべき日のため。その日が訪れるまでにこの実験を完遂する必要が我々にはあった。来たるべき日、ファリアも言ってた気がする。大いなる厄災が訪れる日だ、全ての人類種にとってのな。その前に我々は最強のアークスの力を取り戻さねばならなかった。千年前のアークスの力を。戦いを忘れ、我々が失った真のアークスの力、それさえあればあのような悲劇は訪れなかった。始まりは500年前のあの日。突如外宇宙より襲来したスターレスによって一個の調査船団が失われた。スターレス？宇宙空間を飛び交い、全てを破壊し尽くす謎の存在。その適正存在につけられた名だ。スターレスはその後も辺境の星系を襲い、最終的には50の星系と7000億の命が失われた。長きにわたる平和を享受してきた我々はスターレスに対してあまりにも無力だった。多くの戦士がなすすべなく戦場に散った。人類史はスターレスによって滅ぼされる運命にあった。だがそうはならなかった。ある日スターレスは何の前触れもなく姿を消した。まるで何事もなかったかのように。そして時が経つにつれ、人々はスターレスの脅威を忘れていった。我々を除いて。リサージェントワークスはスターレスの再来を予見し、その来たるべき日に備える存在。間近に迫った来たるべき日の前に、
アークスの力を取り戻すことができて本当に良かった。じゃあ私たちはそのために。その通りだ。君たちの存在がなければこの日を迎えることはできなかった。人類史の存続のために必要なことだった。他に選択肢がなかったのだ。これまでの実験は全て失敗に終わった。最初の手ぬるい訓練ではアークスのフォトンの感応値はほとんど変化を示さなかった。そこで実行されたのがダークファルスを機関としたドールズとの実戦だ。最初の実験ではダークファルスの前にアークスが壊滅。2回目の実験は前線したもののフォトンの感応値は振るわなかった。そして3回目の実験でようやく期待通りの結果を得ることができた。実に300年を費やしてな。かわいそう。何？あなたはこれまでずっとこんなことをしてきたの。あなたもその実験の犠牲者の一人なんだね。警告。どうした？ピケットライン 246R に艦あり。中央か。解析中。データ照合。500年前のスターレスの先兵に告示。数約1000。なんだと？せえ、予想よりも早い。我が宿願は果たされた。あとのことはお前たちに任せる。え？ちょっと未来を託すぞ、真のアークスたちを。何を？ここにいては危険だわ。脱出しましょう。でも分かった。帰ろう、ハルファに。お父さん、私たち、あのダークファルスを倒したよ。でもね、新しい敵が来ちゃってさ、ここが静かになるのは、
もう少し先になるみたい。ごめんね。ちょっとだけ待っていて。必ず、すべてを終わらせるから。行こう。クロフォードたちが待っている。マノン？黄昏に沈むように深く深く響き合う日よ。永遠の風に吹かれて安らかな夢を胸に抱き眠る。